は三角筋のトレーニングを行います。三角筋の前のトレーニングになります。三角筋の後部、後ろ側、上二頭筋を鍛えています。次は上腕筋を鍛えていきます。次は上腕三頭筋のトレーニングになります。リストから前腕部分を鍛えていきます。次は三角筋のトレーニングを行います。ダンベルを持って、僕は今6キロを持ってますけど、なるべく肩にあんまり負担が来ない重さから始めてください。ここから、上まで上げていきます。これはあんまり落としすぎないように、これぐらいの高さまで落としてそのまま上げます。上げるスピード、下ろすスピードを一定にやっていきます。これも10回3セット、行ってください。次は三角筋の、前のトレーニングになります。ダンベルを持って、インナー編では1キロから3キロのダンベルを使ってやりましたけども、今回アウターということで4キロから6キロぐらいまでを使って、やってました。まず、ダンベルを普通にこのように持って、足は肩のよりもちょっと狭めて立ちます。そして前に肩の高さまで上げていきます。この時に注意するのが、体が、前後にぶれやすいので一回肩のところを止めて下まで下ろします。で、上げます、下ろします。上げるスピード、下ろすスピードは一定です。これも10回3セット行います。次は三角筋の、後部、後ろ側を鍛えていきます。これは、3キロのダンベル、あんまり重たいと、最初はきついと思うので、なるべく軽めの重量からやってみてください。足を肩幅ぐらいに開いて上体を、落としていきます。小指を上にして肘を引いていきます。しっかりと三角筋の後ろ、肩の後ろ側を意識して上げるスピード、下ろすスピードを一定にして、しっかり下に下ろした時にストレッチが効くようにこれも行いましょう。しっかり開いて肩甲骨を閉じてという意識を持って10回3セット行ってください。で、次は上腕二頭筋を鍛えていきます。ワンハンドカールといって、ダンベルを片手に持ってこのような体勢になります。そして肘を、腿の内側に固定して、しっかり上腕二頭筋に効かせていきます。下げるときに若干手を内側に入れて、しっかりここでストレッチを効かせます。低くなってくると、どうしてもね、反動をこう使ってしまいたくなるんですけど、片方の手でサポートしてあげて、ここまで持ち上げていって、頑張ってゆっくり下ろしてあげます。なるべく普通にやってるときは上げるスピード、下ろすスピードというのは一定で行ってください。これも10回、3セットずつ行ってください。次は、上腕筋を鍛えていきます。ダンベルを持って、これは7キロになります。これも結構負荷が強いので、軽めの重さを設定してやってください。手のひらを下にしたままこのまま上げていきます。上腕二頭筋の時はね、手のひらを上にして上げたんですけど、手のひらを下にします。そして上に上げます。反動を使わないように伸ばして曲げて、上げるスピード、下ろすスピードを一定にして10回3セットずつ頑張ってやってみてください。次は上腕三頭筋のトレーニングになります。の上腕二頭筋があって、この後ろ側の上腕三頭筋です。ここは手の、ね、角度によって引き方が変わってきます。今回はこのマシンを使ってオーソドックスのやり方っていうのを説明します。肘をある程度下げて、この斜め45度ぐらいに体も若干傾けて、手の位置をキープしたまま腕を伸ばしていきます。上げるタイミング、下げるタイミングは一定のスピードで行います。10回3セットを行ってみてください。次はリストカール、前腕部分を鍛えていきます。これは7キロのダンベルになります。で、しっかりとここでストレッチをかけて、小指から持ってくる意識で持ちます。しっかりとこの前腕に効くように行います。左右20回ずつ3セット頑張ってやってください。次は、反対側です。前腕の外側を鍛えていきます。手のひらを下にして、しっかりストレッチをかけてあげます。しっかりとこっち側を意識して、行ってください。これも、20回ずつ3セットを、行ってください。ここまで、筋トレ、これはまだオーソドックスなトレーニングになるので、まだ応用編もあるんですけど、一通り自分がアマチュア時代にやってたオーソドックスな、王道的なトレーニングになります。
何よりもやっぱり大事なのが筋トレをするときにパフォーマンスに結びつけるために最大可動域を出せるように筋肉を伸ばして縮めてというのを意識して全種目行ってください。他の下半身編、そしてまあまた応用編に関してはまた随時お知らせしていこうと思います。